猫が隠れて出てこない。シャイなやつだ。なんか前にやった、クレイジー英語クイズと同じような BGM が流れておりますが、多分作者が一緒なんでしょう。多分これもクレイジーな予感がしております。やりまーす。猫好きだからな、俺は。ステージセレクト。1、How to play。説明か。部屋の中に隠れた猫を探そう。気になるところをタップしよう。脱出ゲームにちょっと近いんやな。アイテムを手に入れて、こう、ドラッグ&ドロップでしよう。OK。ちょっと見えとるよ。普通に見えとる、これよ。これでいいんかい。あ、これでいいんじゃ。これチュートリアル的な感じだったんかな。これはちょっとよくありがちっていうかさ、袋に入るよね、猫って。俺買ったことないけどさ、よくそういうんでさ、癒されるよね、とか思ったじゃん。まだ似たような感じ。これもよくあるだろうに。でもどけれんのか。力が弱すぎて。これをなんかテコの原理かどうかで、お、これか。あ、なるほど。これをここにこう使ってやれば、引き寄せられるんだ。はい、来ましたね。はい、捕まえた。はい、捕まえました。ちょろいわ。猫なんか、猫ジェラシーちょろいわ、お前は。開いてみようか。な、これ。棒？なにこの棒は。ひまわりがあって、ゴッホがあって、あ、中に入っていたんじゃ。時計とか別には何もないけん、この棒を、あ、ちょっと、間違えた。この棒をね、こういう感じで、そこにあるんか。何だ？何今の？ネズミ用の罠があったけど。これはどういう解釈をすればいいんだい？あ、そんで手を突っ込む感じ。あー、なるほどね。棒を先に入れておかんかったら、その飼い主が、いたーってなるんじゃ。だー、騙されんかったぞ、お前。危なかったぞ、お前。なんだこれ。アンジュホームの設計士相談を。ね、どうしても猫が捕まえられなかったら、アンジュホームの設計士に相談してください、みたいな感じか。わかるの？アンジョホームの方、わかるの？猫の手足方、どうした？気球が飛んでる。猫用の気球ってなんだ、お前は。どうやって墜落させるの、これ。ダーツ。そんな物騒な感じでいいの？当たっちゃうよ。ダーツ、当たっちゃうよ。どうしてん？大丈夫か？大丈夫そうだった。ごめんな。君の気球、割っちゃったわ。ごめんな。まだ買ってあげるけんさ、アマゾンで。あれ、なんか前にも見たぞ、これ。はい。なにー！やりやがったなー。猫がやるようなことじゃないし、こんなん。なんかアイテムがあるんだろう。ちょん切るようなアイテムが。ないんかな？窓開けて、だーれー！それをくれよ、お前。奪い取った。奪い取って、なおこの人、こういう体勢取るんじゃ、お前。よっしゃ、これで、これ、ちょん切ればいいんじゃ。はあ、はあ、はあ。よくも人間性も騙してくれたな、この猫も。でも、可愛いから許す。おとなしいな。この紐をどうにかして解かなあかん感じかな。あ、ハサミあるで。なんだ、ハサミある。なんでそんなひびが入ってんの、これ。すごい気になるよ、このひびの入り方、お前。クレヨンしんちゃんのまたずれそう的な話なのかな。この後、割れて、なんか四郎さんの部屋と繋がる感じなんかな。ハサミを、こう、ちょん切る。で、中におるんかな。ハンマー！あ、ハンマー出てくるの。あ、さっきのところか。もう、本格的に四郎さんの部屋と繋げれる感じになるんじゃ、お前。割って。中におったスレッジや。連邦6シーズ、スレッジや、これ。中に突入できるな。なぜ暗所ホームの設計士。隣の部屋の人が、日々をかち割って繋げてくるんです、部屋を、みたいな感じで。相談してくる。それ、弁護士やな。どっちかって言ったら弁護士やな、お前。裁判に発展するやつやな、お前、それ。利用しませんよ。いいです。どうしたいきなり物騒な、かわいそうな状況に見えてる。ボタンがある。押し、あボタン押しっぱなしだったらこう上がるんやけど、このまま助けに行けるみたいな感じか。何かを乗せなあかんのじゃ、これ。上に。ボタンの上に。あるでーあるでー、ボーリングの玉。もう、あからさまに。なんか顔みたいになってるな。顔みたいに見えるな、これ。ボーリングが。ボーリングの玉。またまた。こうして。はい。のっけだ。上に上がった。オッケー。あれまー出たやん。ゲームオーバーって言いながらも出たやん、お前。猫と一緒に出たけんさ、ゲームオーバーに見せかけてこれ OK じゃないの、お前。さらっと出たじゃないか。なるほど、転がったらあかんのね。こっちだこっちだボーリングとは関係なかったやん。ただ、ボーリング大好きなお兄さんみたいな感じになったら。ボーリング大好きって、マイボーリングの玉、マイボーリングの玉ってなんだボーリングの玉、自分のやつ持っとんやな。ボーリングの玉って正式名称とかあるんかな。はい。これは転がらんからな。あ、軽いけんダメなんだよ、これ。この上に、こっちなんか他にあるだろう。あ、ボーリングの玉、この上に乗せるん植木鉢の上にボーリングを乗せるっていう発想はないわ、なかなかお前。でもこれでいいんじゃ。いやさ、だったらさ、他のもう転がらんけど重いもん持ってこればいいやん。わざわざボーリングの玉と植木鉢に固執することないと思うんやけどな。10時半。本棚があって、本手に入れた。本手に入れた。本手に入れた本手に入れた本手に入れた本手にしつこいぐらいに本取るな、この人。どうしたんブックオフに売りに行くんかな。あ、虹が見えてますね。雨が止んだ後かな。これだけか。えなんだろうなんかあんのこれ。ああこの虹赤、黄色、青の順番になっとんじゃ。じゃあこの本ももしかしてさ、赤、黄、青の順番にしたらなんかあるんかな。え何これ脱出ゲームみたいな謎解きになってるんやけど。はい。封印されし、猫ゾディア。てか、この家どうなってんの設計士どうなってんのこれ。設計士による無断設計相談会ってさ、相談された内容がこういうからくり屋敷なんかな、お前。ああ、バラエティで使えそうな黒ひげ危機一発のセットつけとるし、時計の針がおかしいし。どっかに刺せばいいかな。剣拾った。間違えた。ちょいちょいやるな、これ。アプリ、ソフト自体をどっか片付けてしまいそうになる感じ。刺した。違いますってか一回刺したらもう元に戻せん感じ。他に、なんかある。なんか動きる。あ、剣。2本目。ここにも剣。さらっといらんのとこに剣置いて上がるな、これ。赤い剣、ブス。なんか中入った。何中入っていたんブス、青いやつ。これもない。あ、これ、時計の針よ、みたいな、これ、剣か。10時半なは時間分かってないんじゃ、さっきと。はい、黒い剣、ブス。中入っていったな。まだなんかあるんだよ、俺。オープン、なんもない。他になんかあるだろう。剣。あ、ここ紛れとるけど、よう見たら足のところに茶色い剣。剣だらけやん。はい、ブス。あ、まだ足らん。あ、飛んだ、飛んだ、飛んだ。あ、樽とサイズ感が比率がおかしいないですかね。ゲット設計士もういいわ、お前。設計士の主張が激しすぎるんじゃ、お前。いらないよ。あら、おばあさん。あらあら。今日はもう洗濯ですか、疲れますね。おばあさん。ああ、川どうやって流したの？設計士すごいな。家の中で川流すんや。流しそうめんできるな。流れていくわ、麺が。できるかは流しそうめん。包丁。この包丁をおばあさんに向けて。本当にやるの？本当にやるの？あ、ケース呼ばれだ。猫が見送りに来たな。これから出頭だ。ちゃうんよ。そういう物騒なことやっちゃダメ。物騒なことはダメ。よくないよ。あ、なこれ。あー、洗濯物かな？結構綺麗なのに。真っ白なのに。はい。ゴシゴシ、ゴシゴシ、桃が流れてきました。この包丁で割るのかな？中から桃太郎のつもりが猫でした。猫太郎。これが、後に伝えられるし、猫太郎のお話。でも、鬼退治には行かせません。かわいいから。パソコンがあるね。パスワード脱出ゲームやってきたよ。時計これまで10時30分が多いけん。よし、じゃあこれで。何をお探しですか？知らないですね。それは、あ、キャットキャットか !C、キャット、ここ T、ここに T、あ、ちょっと待って。A、B、C、T ってな、お前。お前、英語の勉強した方がいいよ。今、A、B、C、T って言ってたよね。アマゾンじゃないな、読みだ。アナゾンってなんだ、お前は。猫、星 4.5 じゃ。注文完了。いくらかかったんだろう。早いな。お前絶対家の外で見張っとっただろ、お前。注文するところ、お前。段ボールで来た。待たせたな。やったー。うちでも猫が来たぞ。アマゾンで猫が買える時代なんか、今。アマゾンで猫で買えるのが上おるな。でも届かんのじゃ。バットがあるね。普通に考えたらこのバットでどうにか届けってやるところやけど届かない？お、届い。あー！はーい、1個1億円です。2億円払ってください。はい。そうなるか。バットは別の使い方があるんだな。あ、これって2入るん？雲かと思った。なんか色違うなと思っとったけどさ。何なんこれ？キントン。雑ね、心の綺麗な人しか乗れんできないやつなんじゃん、お前、それ。乗ってみよう。どうやって使うん、これ。どうやって使うん？あ、これ展開して、ちょっと、この上に乗るん。あ、それで、バット使わんの？バット使えよ、お前。なんか出てきたんだったらさ。な、これ。なあ、このパズドラっぽいやつは、お前。口からなんか卵を出してさ、てーててててーとか、それでさ、ガチャで一気一遊するような話よ、お前。パズドラやったことないけど、おー、いかにもガチャで使えそうなやつ来たし、いけ。こーい。あ、5個壊さんかったらあかんの。残り4個探せて。ここに1個。あ、ここにも1個。こんなとこ隠してるの？へそくりみたいな隠し方するな、お前。なんすか、これ。はい。あと1個やな。これ、水やるんかな？ああ。で、お花が咲きました。ちょっと綺麗やけどさ。で、これに、このドラゴンに食わせて、ここで1回引ける感じ。ガチャ1個を引ける感じ。でーででででーん。金色スーパーレアー猫のいない生活は僕にとっては地獄です。だから、スーパーレアです、この猫は。やーい！ちょっと、ウォーリーを探せみたいな感じになってる。ウォーリーを探せみたいな感じになってる。どれシンプルに難しいやつ来た、お前。どれどれシンプルにしらみつぶしで探していくしかないやつ出てきた。おるんか本当にこれ。おるんか敵の落としちゃった。うるさいしああ、そんなことない。ああ、おったわ。意外とあっさり見つかった。うるさいとか言っちゃダメよな。この、癒しの声にうるさいと言っちゃダメだよな、お前。猫を愛好家として。ごめんなさいね。今のはちょっと失言でした。ごめんなさいね。次。なんだこれ。双眼鏡がある。この双眼鏡で、太陽見るん。太陽見ん方がいいよ、これ。絶対目気がする。いちちちですよね、そうなるわ、お前。猫がちょっと励ましに来てくれた。ちゃうよね。そういうことじゃなくてね。それはね、この双眼鏡をね、隣の家の黒の和のを見るっていうね。じゃあどうなる？双眼鏡とりあえず手に入れるけど、その双眼鏡どこ見る？どっか見るわけじゃないんか、これ。太陽。太陽なんもない。なんかあるんかこれ。あ、ヒントとかあるんじゃ。でもヒントなしでいきたいな、これ。あ、なんか太陽登っていってよな、これよ、みたいな。あ、これ夜になるんかなもしかしてほっといたら。ああ、夜にはならんけど、太陽のおらんときに見ればいいんかなこれ、隣の家のお風呂場見えるんじゃないのあ、猫が。わしに乗ってきよった。わしから奪い取った。なんで手が伸びたんだろうなんで手が届いたんだろうそんな空にいるのに。なんだ、ゴムゴムの実なのかゴムゴムの実の能力者なのかこの人。暗示法も絶対関係ないからな、お前。めっちゃ続くな、これ。めっちゃ続くでない。なんこれ魔法陣、ちょっと消された魔法陣みたいなのある。なんか書くもんあるんじゃん、これ。もう10日交換じゃん、お前。母親蘇らせるためにどうにか頑張るぞ、お前。赤いやつ。赤いやつ出てきた。魔法陣なんか変な出てきたし呼び出しちゃいかんようなやつ出てきたぞ、お前。勉強しなさい。ああ、間違えた。どうするならどうするこの赤いやつの使い道がちょっとわからんな。他にアイテムがあるわけでもないしな。そうな。ああ、そうじゃないのに。そうじゃないんはさっき見たけんな。変なん出てくるんよ。変なんが。あ、その皿に下に白いやつあったんじゃ。この白い方でやらんかったらあかんわけね。はっ！よみがえるこうせんかったら猫出てこんもんなのかってツッコミが。な、これ。ミノモンタみたいななんとるやん、お前。ミノモンニャや。何ドルだ ?1、10、100、1000万、10万、100万ドル。1+1 で。しかも選択肢で正解ないしよ、お前。あ、もう別に関係ないんか、お前、問題は。何だったんや、お前。この見せかけのやつは、お前。どんどん難しくなっております。パスワード正解。7。この布団の中下には何もない。そんで双眼鏡。2、6、2、これ絶対なんか誰か、あそこのマンションの女の人の部屋覗ける感じじゃん、お前。覗け。美人な女の人、覗け。おー、来たー早っ。仕事早っ、警察の人。いいことやけど。あと、女の人もさ、こんだけ離れとる家の窓から、双眼鏡で覗かれることをよう気づいたな、お前。なんかちょっと、そういう特殊能力持っとんかな。あ、丸、四角、三角、尺ってあるで。ってことは、別に覗く必要なかったんじゃね？四角ここにあるしね、7番。と、26。丸になったんやな、これ。テーブルが。なあ、26。丸が6だったな。ここは2で、四角が7だから、実は覗く必要はないと。イェーイ、どうもー。どうもどうも。アンジュホームです。もういいよ、アンジュホーム。そうそう、ラストにします。ちょっと長く続きすぎてるのに。犬出てきた。ここにして、犬出てきたな。あ、ペンギン。鹿。誰だお前はさっきがダメだお前は。誰だお前は。死んだお母さんかこれ。言い換えらせようとしたら死んだお母さんがこれだよみたいな感じなんかお前。あかんのじゃ。あいつ蘇らせたらあかんわやつやお前。なんか突破口あるんかな。出てくるもんな、こいつが。なんか見せかけなんじゃ。こう見せかけて、なんかあるんだろうか。周りになんかあるわけではない。逆がある。逆に回せる。ああ、こっちに行けばいいんじゃ。やったぜ。めっちゃ問題数あるな。もう最後、これやっとこう。猫キャッチャーだけやって終わろう、これ。アイテムゲット。これでこうコインを入れて操作すればいいんだろう。はい、キャッチ。ゲット、ゲット、落とした。アームの力弱いわ。あはははアホキャッチャー金返せアホキャッチャーアホキャッチャーアホキャッチャーダメだー。なこれ。コーラ。コーラあ、コインまだあるで。ほうほう、コーラ、なんなんこのコーラ。なんなんこのコーラ。王冠が手に入ったね。壊れた。あ、ごめんなさい。これ、自前の UFO キャッチなんやけん、別にいいんちゃうこれに関しては。自分のものを壊しただけやけん、いいんちゃうこれ。なるほど。関係ないもん入れたけん。あかんのじゃ。これでちょっと、ここの半分まで寄せることはできる。残り半分をこれで寄せてくださいってことか。猫キャッチャーあら。ギリギリ残った。あ、それをちょっとどん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 って。あれ融通聞かせてくださいよ。それ落ちないじゃないですかって苦情来るやつですよ。じゃあどうするべきか。けど他に、このコインはある。さっき、前もってこう叩いておいて、ちょっとずらしといてからの、このコイン投入かな？これでいけるんちゃうかな？あ、でもギリギリなんじゃ。あ、でもここで叩いたら、実は、あ、ダメだ。とあるタイミングで台を叩くと、猫がずれるよ。叩きすぎると怖いので注意。何回も叩かれるか調べてみよう。あ、叩く回数っていうのが限界があるんじゃ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28。結構叩けるで。めっちゃ叩けるなこれ。動きよんかなこれよ見たら。動きよらんか。とりあえずここで投入。この真ん中におるときにちょっと叩いてみよう。動きやんかな、俺。これでいけるんかな。6回叩いたらここでこうなる。あ、あれ出てきた。あ、5回叩いた状態で置いとけばよかったんじゃ。コングラチュレーションズ、これで君も猫マスターだ。猫って本当に面白い。